こんにちは、スカンジナビアンリビングの橋場です。今日のお話はこのバンハート・ピーターセンのローボードの話をします。このローボードはこう見てるようにローズウッドです。当時デンマークではこういうローボードは、食器、いい食器の棚として使ってました。シルバーとか、お皿とか、あとはナプキンとか入れて、それでこれ今こう動かしたように、これ蛇腹といってこういうふうに動きます。綺麗ですね。こうやって見た時にはもう一枚板に見える。回して、これは動いて後ろ側に回ります。とても綺麗です。バンハード・ピーターセンはこれを1966年にデザインしたんですけども、当時は今の4代目の、おじいちゃんが、これをデザインして販売してました。あとはこの中の引き出しですね、ここは3つありますけれども、これサイズをオーダーメイドできるので、サイズが決められるので、そこを決めていただいて、これ使わない時には閉めていただくと、こういう感じのものです。また今度会いましょう。